はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの精鋭選手ピックアップガチャを引いていきたいと思います。挑戦者大谷くんが、デビューとなっておりまして、挑戦者大谷ね、かなり使いやすいキャラだと思います。一応一押しキャラに載ってんのかな。で、投手と野手両方使えてですね、投手の場合は得意練習球速、野手の場合は得意練習筋力という形になってて、で、筋特の方が投手は、不屈の魂かドクター K 選択制ですね。で、どちらも、確定になってます。確かレベルは1でしかくれないのかな。で、野手の場合は、精神的支柱か降格法、これもどちらも確定になってます。降格法の、ね、確定がいいよね。ちょっと人によってはね、別に降格法いらないっていう人もいるかもしれないんですけど、俺は4番バッターにはやっぱりそのアーチストと降格法を両方つけたいんで、降格法が確定になってる、挑戦者大谷くんはぜひとも欲しいですね。で、別に降格法を選ばない場合は精神的支柱を取っていけば全然いいと思うので、大谷くんはね、相当おすすめのキャラになってます。イベントの、ね、経験点も結構高いんですよね。で、他のキャラとしては箱崎と七井、箱崎はまだプラゼロで、七井は今プラ3くらいなんで、バナーキャラとしては3回目4回目5回目が、SR 確定になっているので、ここで一番いいのが1人ずつ引けることだよね。それか挑戦者大谷が3枚出てくれてもいいんだけどね。っていうか、その5回目まで引くかどうかっていうところもちょっと、途中経過次第なんですけれども、一応挑戦者大谷くん狙いで、今回やっていきたいと思います。で、例によってちょっとタンガチャ1回目やっていきましょう。バナーから R ですね。 BR じゃないんだ。本当にね、このタンガチャでね SR が出てくれると超嬉しいんだけどね。挑戦者大谷くんの PR か。いいな。では、10連携に行きます。ここはバナーから PR が1枚確定で、 SR の出現率は2倍ということで、こういうバナー枠でね、お、虹玉が出た、出てくれるとすげえ嬉しいんだけど、なんか真ん中のこれ何個目、6、7、8個目か。PR は7位、開放用に使っていきましょう。お、7位だ、普通に出た。これ7位プラゴ行くな。今プラ3で PR もちょいちょいあるはずだから、7位のプラゴは確定したな。これで7位もねプラゴになれば試合経験点ボーナスつくんで、でかつね、さっきも言ってるけどアーチストいらないよっていう人もいるかもしれないけど、アーチスト確定っていうのもね、俺は7位の好きなところになります。ただ7位と大谷両方入れればアーチストと降格法が確定になってるんで、筋力4番を作るっていうんだったら7位大谷の筋力で、筋力っていうかパワー S まで持っていくっていうのもありかもしれないですね。ちょっと筋力余りそうだけど、じゃあ20連目、ここは、通常の SR が1枚確定ですということで引いていきましょう。高級筆打もねいいんだけどね、ハイボールヒッターのコツをちょっと確保するのがねなかなか大変だと思うんだよね。諸井くん、諸井も多分ねちょうど5になりそうだな。太平楽がね強化されれば諸井くんはかなり使えるんで、てか強化太平楽もさ、早くしぐれちゃんが経験点をくれる強化太平楽来てほしいんだけど。で、次は3回目、ここはバナーですね。バナーから SR が確定してますと。ポン、7位もね相当粘ったんだけどね、最初の方。今となってはもうプラゴが完成するみたいな。よし、来た、ありがたい。これはおお、どうするみたいなこの先どうしますかっていう。大谷くんはね、プラゴにすると練習効果アップ10%がつくんですよね確か。ちょっとテーブルだけ見てみますか。そうでね、今俺前回ちょっとPN 牧場の動画を上げたじゃないですか。なんでね、PN 牧場ちょっとさすがに1回で全部できないんでやってるところなんで、
ボックスがカッツカツなんですよ。カッツカツです。でこっちのねボックスも倉庫の方297か、送り込めるな。一応やろうとしてることは、今持ってる手持ちの R、 この手持ちの R はとりあえずプラゴにして、もし PR も持ってたらそれにぶっ込んでいこうっていうことをやってます。だからボックスはもう半端ないです。ボックスは半端ないのと、ガチャ引くのが超めんどくさいっていう。ガチャ引いて強化してなんかくっつけていく作業がすげえ時間かかりますと。まあそんな感じですね。まあ、ただこういうところでコツ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 やっておくと、まあ、レベリングがはかどると思いますので、まあ、小さなことの積み重ねですね。で何しようとしたんだっけ。あそうだ、一人送り込んで大谷君を引っ張り出してくるんだ。まあいいや、ちょっと守君、君そこ行ってくれ。プレゼントボックス開けて、で、挑戦者は大谷を引っ張り出してきて、ただねもう7位プラゴはもう確定してるんで、この先7位が出てもちょっとなっていうところはあるんですよね。あ、まあ強化にしちゃったけどいいか。どこにいた、いた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 。テーブルの方ですね。テーブルの方はたが80あって、試合経験点ボーナス 10% つきますね。そう、これもいいんだよね。であと精神ボーナスがついてるところがまたいいですね。得練習率アップがついて、得練習率アップがついてると固有と35で両方ついてますね。で、45になると、練習効果アップが、まあ、その場面でいきなり乗るんで、その練習効果アップ 5% が 10% になるとかっていうあれじゃないんで、まあ、10% でもねついてれば結構いいと思います。タック80、まあ、試合経験ってあって精神ボーナスがついて、まあ、練習効果アップ10がつけば、まあ、タックも結構強いと思いますので、で投手で、得意練習は球速と筋力と、まあ、通常のね大谷君もしらすで永久期間として、野手の場合は使えるんですけど、もちろんこっちも永久期間として使っていけます。でコツの方が、まあ、打たれ強さ、怪盗、怪物、球威、尻上がり、ドクター K と、まあ、各金徳は怪骨をくれます。で、野手能力、走塁、広角、内野安打、初球、サヨナラ、男、レーザービームと、やっぱり初球が結構貴重ですね。まあ、初球が貴重なのと、あと広角打法を持ってるんで、まあ、ちょっとコツの数は多いかなというところはありますけれども、まあ、走塁がねどうだろうね。まあ、3で掴むか5で掴むか、なかなか難しいところだと思います。あとレーザービームをちょっと内野手作るときには邪魔になるかなといったところですね。まあ、性能自体はかなりいいキャラだと思います。まあ、思いますって言ってその後どうするの。あと一応2回バナー枠があるのか。でも500でしょ、どうしよっか、すげえ悩むな。だって大谷君今 SR が1枚あって PR が1枚でしょ。ってことはプラ5に持っていくまで結構かかるよね。でちょっとやっぱ7位なんだよね。7位がこれで7位も引いて5になるっていう可能性があるんだったら全然引いてもいいんだけど、7位に関してはもうこの段階で、だって今この段階でプラ3でしょ。でさっき1枚出たでしょ。で今倉庫の方に七井くんが、そう PR プラ3なのよ。でここで1枚くっつけてプラ4にして、さっきだって出たもんね多分 PR。 これでもプラ5は確定してるんで、いやちょっと七井枠が来るのかな、微妙な感じなんだよねねえというとこで、まあ、別にねバンバン引けるだけの余裕もあるわけじゃないんで、すいませんね、ちょっと今回は、取っておくことにします。まあ、もし、もうちょっと時間を置いてみて、結局ね、誰だっけ、あの人ガチャ、名前が出てこない、のぼり竜とミスターゼロくん、なるみだ、なるみガチャも引かなかったんで、っていうかね、やっぱ佐伯さんにね、いろいろ取っておきたいんですよ。佐伯さんが来たら、ちょっとガチで引いていきたいんで、まあ、その時のね、ために、いろいろと大丈夫博士像とかは取っておきたいなというのがあるので、まあ、ちょっとじゃあ一
旦今回はこれで終了したいと思います。まあ無事大谷くん引けましたというところで、今回はこれで終了したいと思います。まあ次回はちょっと大谷くん使って、やっていきたいと思います。まあ野手投手両方、使っていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。